銃を規制すするる社会に対する挑戦逮捕前井村圭一容疑者27はツイッター上で 3D プリンターで銃を作成した理由についてこう説明していました 3D プリンターで作成した銃を手にしているのは逮捕された井村容疑者井村容疑者はツイッター上で 3D プリンターで銃の作成に成功したことを誇る投稿をしていました私は世界で 初めて実弾発射能力を有する 3D プリントリボルバー回転式拳銃を開発しました。私は日本で初めて 3D プリンター製の拳銃を作った張本人。このことを誇りに思う井村圭一容疑者のツイッター。井村容疑者が銃の作成に使った 3D プリンターは医療用の頭蓋骨から車のパーツまで3次元のものを短時間で作れ最近では 1>, 1台10万円前後の家庭用の商品も販売されるなど急速に普及しています。井村容疑者は 3D プリンターで銃を作成した理由についてこう説明していました。銃を規制する社会に対する挑戦と武装の自由化のためです。人はクマを倒すのに猟銃を使います。銃は体力で劣る女性が男性を射殺するために必要です。銃刀法を廃止できなくても誰もがすぐ製造できるように。 3D 印刷拳銃の図面を普及させる井村健一容疑者のツイッター井村容疑者は作成した銃の動画や画像などのデータをホームページで公開そのサイトはアメリカのウェブメディアでも取り上げられました中東法に適合する改造をしているとはいえ警察に捜査されるリスクがあるそれでもその行為は意味のある行為アメリカの人たちは分かってくれる井村健一容疑者のツイッターアメリカでは去年 テキサス州の学生らの団体が 3D プリンターを使って銃を作成、実際に発射する様子や設計データをネット上に公開し、国務省からの要請でデータなどを削除する騒ぎが起きました。今回、井村容疑者が作成した銃は樹脂で作られたもので、空港の金属探知機などでは発見できないものでした。3D プリンターは、武器の製造や効果の偽造など、犯罪組織に悪用される可能性もあり、 専門家からは対策を求める声が上がっていました銃剣類に関しては基本的には複製することが可能 3D プリンター業界がある程度まとめるその部分は行政が指導してもいいのではないか 3D プリンターの法的問題を研究新潟大学菅兼用助教警察は今後銃を作成した動機や方法について調べを進める方針です